将棋を題材としており、騎士の千崎学部が監修を務める。ヤングアニマルにて2007年14号から連載開始。羽運の地下原案、監修、西川秀明執筆による、3月のライオンのスピンオフ、3月のライオン賞和イブンシャクネッツの時代が、同志にて2015年9号から2020年7号まで連載。 2015年9月にテレビアニメ化と実写映画化が発表され、テレビアニメは2016年10月から放送、実写映画は2017年に公開された。2018年7月時点で累計発行部数は300万部を突破している。連載当初から救済しがちであり、長らく不定期連載の状態にある。 特に単行本コミックス新刊発売前は2から3号程度連続で救済し、新刊発売時に連載再開する際、発売された単行本の続きから本誌で読めるようになっている。初めての青年誌連載で男性中心の雑誌なので女性は夢のある姿に川本家の明りたち三姉妹を描いた。霧山令和。 時代劇の居眠り岩根江戸創始シリーズを資料として渡され、男は辛く厳しい戦いでも、終われば、優しく迎え入れてくれる人がいるとまた頑張れる姿を、参考に、そういう男の子として描いた。起戦について、作中では全部で7つのタイトル戦が存在し、名人戦以外は異なる、架空の名称となっている。なお、獅子王戦については、本作とのコラボレーションで、 第0期自主王戦と銘打った非公式戦が2017年3月に開催された。コミックス14巻では、羽生野の,の前作である、蜂蜜とクローバーの藤原デザイン事務所の面々が登場し、蜂蜜とクローバーのその後に触れられるとともに、霊が部長を務める駒橋高校将棋部と、職団戦で対局する。コミックス表紙などには、英大、 マーチ・カムズ・イン・ライク、エー・ライオンが書かれている。映画、3月のライオンを、羽生うんのは見ていなかったが、おかっぱの女の子が、食べかけのアイスを加えている、映画ポスターと、映画タイトルの印象が残っていた。この句は、イギリスの天気のことわざ、3月は、ライオンのようにやってきて、コヒツジのように去るからであり、跳ねうんは、物語が作れそうな言葉と感じていた。また、 監修の先崎は、順位戦は6月に始まり、昇級、高級をかけた、最終局が3月に行われるため、騎士が3月に、ライオンとなる旨をコメントしている。以下の各賞を受賞している。同志連載の、ベルセルク作者、三浦健太郎からは、アニマル一難らしい漫画と、評価されている。桐山玲は、幼い頃に交通事故で家族を失い、 父の友人である騎士、高田に内弟子として引き取られ、15歳でプロ騎士になった。高田の実施の強子たちとの圧力もあり、6月町にて一人暮らしを始めた霊は一年遅れで高校に編入するが、周囲に溶け込めず校内で孤立し、将棋の対局においても不調が続いていた。自らの境遇を停滞していると感じていた霊は、ある日、 先輩騎士に無理やり付き合わされた挙句に追いつぶされ、倒れ込んでいたところを、川本明に解放されたことがきっかけで、橋向かいの三月町に住む川本家と出会い、三姉妹と夕食を共にするなど交流を持つようになる。そんな折、獅子王戦トーナメントにて、騎士の強固をめぐる因縁を持つ騎士、後藤との対決に例は、機縁をあげるが、それを意識する。 あまりに己の分を見失い、格上である永久騎士の島田を侮っていたことを、島田本人に見透かされて、大いに恥じる。その後、島田と後藤の対局を見た霊は、一つ自分の殻を破り、島田の研究会に参加する。学校生活でも、担任の教師、林田の提案で将棋部を設立することになり、右与曲折を経て、 放課後理科クラブと合体した放課後将棋科学部に所属し部活動を体験する。こうした様々な人々に関わることで少しずつ例の心境に変化が生じていった。進級後しばらくして例は川本家の次女、日向がいじめ問題に巻き込まれたことを知る。いじめられていた同級生をかばったことで今度は自身がいじめの標的になり それでも自分がしたことは間違っていないと叫ぶ日向を見て、幼い頃抱えた心の傷から救われた霊は、何があっても、彼女を守ると誓う。同じ頃、新人王トーナメントの対局中に、二見道が倒れ、重い病気を隠しながら、将棋を指し続けていたことを知った霊は、自身の力を尽くさず、千日手に持ち込んで、二見道を危険に追いやった行為に怒りを燃やし、 山崎を決勝で破り新人王になる。その後、日向のいじめ問題も一応の解決を見、新人王を獲得して、小株の面々から祝福を受けた霊は、名人くらいのタイトルホルダーである宗谷との記念対局に臨んだ。夏休みに入り、霊が通う高校への進学を決意した日向のため、霊は家庭教師として、日向の受験勉強を支援する。 ひなたは無事合格し、高校生活のスタートを切った。入学後すぐに、友人もでき、明るく楽しげなひなたの様子に、霊は遠くから見守りつつワンドする。しかし、川本家の祖父、聡米二が、不正脈で入院した直後に、家を出て行ったはずの三姉妹のジップ、聖二郎が突然姿を現し、一緒に暮らそうと提案する。聖次郎の根端は、三姉妹を、 家から追い出し、そこに、新たな祭司を移り住まわせることにあると、三姉妹のおば、三崎から聞いた桐山は、教師の林田や、先輩の野口の助けを借りて、情報を集め、あまりに、無責任な聖二郎の実態を知る。聖二郎の目論見みを阻止するため、霊はそれを、河本家に暴露した上、自分は、日向の婚約者であると宣伝する。 聖二郎を一旦引き下がらせることには成功したものの、日向には霊自身の思いが伝わっておらず、その後も足踏み状態が続くこととなる。それでも諦めない聖二郎は、霊が大阪で、藤本ライドとの対局の間に、川本姉妹を言いくるめようとする。対局を急戦で勝った霊は、三月町に戻り、聖二郎と会う。 聖二郎は川本姉妹のイボ妹を連れてくるという強行手段に出るものの、明と日向からの絶縁宣言を受け入れざるを得ず、イボ妹と共に帰っていった。相前にから明が抱える心の問題を聞かされた例は、解決策として明の伴侶を探すことを思い立つ。川本家の夏祭りの手伝いの中、 その場に居合わせた島田と林田に、明かりの伴侶としての可能性を見出した。並行して、二見堂と共に、東洋新聞社オープントーナメントの本戦に挑むが、絶好調の辻井に手も足も出ず早々に、敗退してしまう。それに対して、二見堂が、宗谷名人相手に善戦したのを目の当たりにし、嫉妬を覚えると共に、 名人の視界に止まるための修練を改めて誓った。トーナメント戦の終了後、霊は川本家との魚釣りに、島田、林田を誘うなど、明かりとの接点を持たせようと立ち回る。日向と仲良く振る舞う霊であったが、当の日向は霊と明が付き合うべきと島田たちに漏らしてしまう。林田らの食談戦と学校生活最後の文化祭が重なったことを、 残念に思う自分に気づいた霊は、自分の世界がいつの間にか広がっていたことを自覚する。ひなたは再度、お姉ちゃんと霊ちゃんは、お似合いと口にするが、それは、父の時のように、霊の心をあっけなく失うのではないかという恐れが、言わせるものであった。島田や横溝の計らいで、文化祭後半に間に合った霊は、ご野菜の中、 日向に改めて自身の思いを告白。結婚宣言以来の互いの認識のズレを解き、告白を受け入れた彼女と、恋人同士としての交際を進めていく。時を同じくして、獅子王戦の予選を勝ち進む例は、準決勝で、伸び止めあずさ、決勝で、彼の師匠の田中大一郎と対局する。辛くも、両名を退けて、本戦出場を決めるが、 対局中、真っ暗な部屋に放り込まれる感覚が、以前よりも早まっていることに恐怖を覚える。霊自身は、原因として、強い騎士と当たる機会が増えた、他の騎士が、自分への研究を深めてきた、居場所を求めるが、ゆえの、将棋の神様との偽りの契約に対する、報い、日向との交際による心のバランスの変化である、と考えた。 霊は一人で解決しようとしていたが、日向にいさめられ、二人で一緒に問題に向き合うことを約束する。その後、真っ暗な部屋に放り込まれる感覚から解放された霊は、島田研究会のメンバーがひしめき合う、獅子王戦の決勝トーナメントで、二味堂との久々の公式戦に臨む。声は、テレビアニメ、演は、実写映画のもの。 例の住む6月町の隣町の3月町の住人。以下の3姉妹は本作におけるヒロイン。タイトルホルダー A 級 B 級1組、B 級2組、C 級1組、C 級2組その他の将棋連盟会員、スタッフいずれも本編への逆輸入は行われておらず、本編の時間軸での動向は最終回で数名明かされたに止まる。本編の舞台は、 霊が暮らす6月町、川本三姉妹が暮らす3月町がメインとなっている。3月町は東京都中央区月島がモデルとなっている。将棋パートは東京都渋谷区千駄ヶ谷の将棋会館が主な舞台となるが、タイトル戦など出た地方にも遠征することがある。本編の年代は物語開始時点では2007年であったが、 新人王戦の記念対局では2011年となっている。新人王戦の時点で例は留年せずに進級しており、初期の設定と矛盾が生じている。柳原の年齢は初期の時間軸で計算しないと灼熱の時代との整合性が取れないが、作中で描かれている九州地区の鉄道の整備状況は変更後の時間軸でないと整合性が取れなくなる。 灼熱の時代の年代は、物語の開始時点が1969年で、田中名人に、ストレート負けを喫した過去が1966年。その後、泥指の完成及び岩崎富子との開口が1971年、神宮寺の永久順位戦復帰が1973年、田中名人への再挑戦が1974年となる。現代パートは、 1> 第1話では、神宮寺の年齢が70歳となっており、彼の青年月日から計算すると2012年となる。本編の時間軸を超えているが、本編の先に当たるのか、矛盾が生じているのかは不明。最終回は、正確な年代は言及されていないが、最後の岩崎富子の挨拶は、描かれている書物から2020年と取れる。単行本は、各話の他に、 千崎学の将棋に関するコラムが収録されている。なお、第13巻では、コラムは掲載されていない。NHK 総合にて第1シリーズが2016年10月8日から2017年3月18日まで放送され、同年10月14日から2018年3月31日まで、第2シリーズが放送された。 新しいさあきの監督作品のファンという羽生んのは、辛抱監督の作品が大好きで、大好きで、辛抱監督で、シャフトさんで、この夢が変えられないのなら、アニメ化はできなくてもいい。そう思っていました。とても幸せです。とのコメントを寄せた。NHK の深夜アニメで、初の制作委員会方式で制作されたアニメである。 また深夜アニメとしては珍しく、ノンプライム帯における全国同時ネット放送が実施された。原作で MHK 杯とされていた起戦がアニメの放送局が NHK であったため、アニメでは NHK 杯と実在の名称に戻されている。第2シリーズ終了後、2018年12月21日に公開された単行本題14巻のプロモーションビデオでも、 引き続き、シャフトが制作を担当した。2017年3月18日に前編が公開され、同年4月22日に後編が公開された。監督は、大友博史主演は、上木隆之介。前編は、原作と同じ A 代、マーチカムズ・イン・ライク、A ライオンが添えられているが、後編に添えられている。A 代は、マーチゴーズ・アウト・ライク、A ラムとなっている。 第20回上海国際映画祭に出品される。後編集版はオリジナルエピソードとなり、獅子王戦、トーナメント決勝で、桐山霊と後藤正宗が対局。これに勝った霊が、獅子王戦の対局で、宗谷投手と将棋盤を挟んで向き合ったところで幕となる。最終の対局場面は、山形県の宝珠山立石寺で、 つづら折りの一段を登り、宗谷が待つ高台の五代堂へ赴く例のシーンが撮影された。他業種とのコラボレーションが行われている。ありがとうございます。